いいの。聞け。いざ。あんたとならいい肩慣らしになりそうだ。そう、小十郎には内緒だぜ。私に稽古だと。逆だろ。私がお前に稽古をつけるんだ。あ、オーケー。伊達の仕置きはこっからだぜ。誰にも文句を言わせねえ。思いっ、はい、よし、迎え入れる。近海に。よし、迎え入れろ。そうだ、私たちの思いが届いたんだ。乙女が世のため、いざ。乙女の誇りに勝つ家よ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。身を休めろと。魔王の爪か、どれだけ鋭いか試してやる。終わりへ届け、明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。あなたがいくらあがこう、織田の外貨に変わりはない。信長様の存在こそ今が乱世であることの証明よ。俺としてはもうちょっとおしとやかなのがいいかな。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。敵に気の毒に。直虎様、今日はまた一段とご機嫌が悪い。抵抗か、形だけでもしておくべきか。これだけたけば必ずや、本体も動いてくれよ。うちのなでしこたちをいやらしい目で見るな。ここに温泉など湧いたりしないものかな。音で磨きをかけて。戦う乙女の心意気、男どもに見せてやれ。お任せを。野心など抱かぬに越したことはない。あなたがそれを抱くのであれば心より蔑む。奥義隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばどう挽回の策を講じてくれる。これにて呪しも打ち止めか。なぜもっと多く預かっておかなんだ。勝家、これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。お前程度の男に私が遅れを取るものか。無理だろう、あんなの防げたら苦労しねえよ。何もかもが足りぬ。兵の連動もそれがしの才も。知らなかったか、これが乙女の底力だ。砂だ、砂をかぶせ。
今以上の煙をたからでは命取りよ。もうすぐだ、きっともうすぐ本体も。あの勢いでは早晩この場にいたいだろう。できる。引かれ、どう崩れだぞ。前衛は名を取らせ、後衛は女衆に任せようぜ。足止めに徹するのだ。息切れるまで、真心体まで貴様を。男って結構褒められて伸びるってとこあるよね。降伏するなら聞いてやる。だがその前にもう一回肩を切る。うちの女衆やっぱすげえや。それがしが行く。奴の泣きどころを見極めよ。息が切れる様子もなし。水に浮いたか。磨きをかけて。動物しろ男衆。次郎法師様、自らの陣取りだぞ。私や駆け引きなんて趣味じゃない。全身あるのみだ。あなたのお手並みしかと拝見させていただこう。すぐにビクトなど道場でのしごきに比べたらままごとだ。お前たちそれがしを守らぬか。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。あの子に文を当てたのはどこのどいつだ。名乗り出ろ。私がこの目で見極める。何を踊るの。勇ましい乙女がそんなに珍しいか。いけないな。ため息をつけと命じられてはいない。見えぬのか。この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ばない。将の一人や二人抜けようと最強は織田に違いなし。女たちの時代は必ず訪れる。直虎様が切り開くのだ。気が強くそのもんか。あなたにとっての獄門となるだろう。勝家よ、貴様は一体何を考えている。さあ直虎様、男共に目に物見せてやりましょう。分かってる。養老運びは俺に任せて、あの敵をいいってことや。その瞳は私に何かを示そうというのか。だが
それに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに、なぜ私が動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえに。命がなければ、ついた相手に声もかけられないのか、貴様は。あなたは敗者である事実を認められないだけだ。私と同じ敗者に糾弾されるゆえんはない。今よ、先よ、行かないでくれ。私は、お前たちが欲しかったんだ。白金の数、すぐ名前へ。楽しませなさい。ナオトラ様、男どもにぶつけ